これらのデータ、メビウスはまだ例の計画を諦めていない。僕もアポニアもこの件を知らない。ビルビー、どうして彼女はこの件を僕たちに教えなかった？彼女らしくない。いや、一つだけ例外がある。どう？対ケビン武装の新たなタイプの構想はかなり有効だと思わない？名前も考えておいたんだ。666。絶対に簡単で覚えやすいでしょ？君たちの力比べに参加するつもりはないけど、相手を消滅させる武器として楽園を丸ごと使うだなんて、大げさすぎると思わないかい？確かに、私もそう考えたことがあるよ。最も成功した自分の作品の一つを壊すんだ。惜しまずにいられない。でもそれ以外に相手を一瞬で抹消する方法なんて考えられないよ。私の相手はこのケビンなんだから、君も何か言ってみたらね。これは君のために特別に考えた道具なんだから。コメントとかはないの？僕のデータを削除することは僕の存在を消すことと同じではない。否定はできないね。なんと言っても、私たちはデータという形でしか存在できないし、データの脆さを受け入れるなら、その永久不滅なところも受け入れないと。というか、視点を変えてみて。もし私が何らかの形で、ケビンの情報、記録、思考、記憶を全部消せたら、社会的に、君を完全に抹消したことにならない？その方法は？まだ思いついただけの段階だよ。でも、メビウスが楽園のデータを通して現実に影響を与える方法を研究してるって聞いたよ。原理はそう変わらないし、彼女が実現させたらそのまま使ってもいいでしょ？メビウスを警戒してくれ。あ。そして君は、方法を見つけたら何でもやってみるといい。じゃあ、楽しみにしてるよ。その日が来たら、君も今のように落ち着いていられるのかな？しかし、なぜ？いや、もしかしたら。